皆さん、こんにちは。こんにちは。ビーボーチャンネル村田です。マシコ君です。どうも。はい、前回に引き続き、この隠れた名作、ボルティウス5を使って、タックの裏技術をやってみるシリーズ第2弾。今度はバック系の技術いきます。では、とりあえず、前陣にバックドラやってみます。早っ！カツアカリしてもちゃんとこうなんか食い込んでくれてる感じあるんで、なんとか入ってくれるかなみたいな。いや、ちょっと待った、ちょっと離れてみる。ゆっくりめのボールにします。ちょっと挑戦でこんなもんで、はい、いきます。いいね。当て気味と陰気味で打ってみたんですけど、全然どっちもいける。球いってないのかなって感じもしないんで、まあ、強いて言えば距離差があるんですけど、浅いです。浅いでも真ん中ぐらいです。取りやすいと思います、ブロックも。それは何ですか？夏の FT。 僕のラケットです。いきます。あー、飛ぶ。球速は違うんだ。まあ、初速速いです。感覚そんな変わらないんですよ、正直。なんとこだから傲慢だし、わかんないな。ちょっとこれ広い会場って打たないとなんとも言えない部分もありますけど、でも打った時の感触、ここだけで言ったら多分5枚の方がいいですね。まあ、なぜなら響くから手にちゃんと従えて打ってみますか。これでいいですか。フループからループはね、いやでもそんなあれかな、だからちょっと僕は感覚的にはセブンの方が好きなんですけど、でもかかってると思います、多分。ちょっと触ってみてください。おー、いやいやいや、あれかかります。抑えない、ちゃんとかかりますね。まあ5枚でもここまでこれぐらいのボールは出るよっていうのをお伝えしたかった。自分も個人的にはすごい好きなラケットなので、まあ、小中高生用っていう風にするにはちょっともったいないかな、うん、なんかカルビ選手使ってるし、トップ選手も全然使えるラケットだと思うので。ということで次、代表チギタ。やべえ、めっちゃやりやすい、これ。落ちないです。もう全…え、ちょっと待って。ちょっと待って。FT で、7枚で。ああ、5枚の方がいいかも。大丈夫、やっぱり。いや、多分ね。持ちますね。これ軽いっすね。だいぶ軽いと思います、これ。なので多分ここ早いと思う。ああ。掛けやすさで言ったら5枚かな。
球速を取るか、回転量を取るか。で、なんかほら、別に僕試合出るわけじゃないし、ミス少なく、安定したプレーも行われたから、こっちなのかもしれないね。最後、カウンターで、いきます。ウィー、泣きそう。あ、やっぱり、やりやすいな。いいでしょ。バック技術めっちゃやりやすいな。あ、はい、ちょっと伸ばしブロック、はい、ループでいいっすよね。はい、やった。わあ、いいな。メッキいきます。あ、いい、いい、これめっちゃいい。なんか知らない人多いと思うんですよ、これ。そうですね。存在を。まあ、水野のラケットをやっぱり、プロティーセーフティーとバージョン D じゃないですか。イメージがあるから。そう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 。だから、なんか、かわいさ埋もれてるけど、実は超名作みたいなイメージなので、ぜひちょっと本当に見てみてください。手軽だし、値段も。今みたいなボールは全部出ます。あとなんか何かされます。技術的な部分じゃないですけど、村田さんの感覚の中で言うと、例えば固め、柔らかめ、どっちがやりやすかったりとか、すごいあんま変わんないですけど、僕はね、9シリーズだったら9回越しなんですよ。まあ、でも全部コード一緒なんで、3から5まで、まあ、若干固めなんですけど、僕は両面型に使ってたんですよ。他社で言えば両面0.0.0.5ハードとか、はいはい、柔らかいのを買ったら片目今やってたら結構分かるんじゃないですか。はい、もうたまちょっと来なくなって変えない。まあ確かに、しそうなインパクトが弱かったらボールを失速というか浅くボール1でサンドバッグにされる可能性もあるけど、そこはもう練習で開発すればこのラケットでもいいボールいく。扱いやすい反面、中途半端なスイングというか、ちゃんとボンって取れないと、なんか、ドンって跳ねたりとか、深いところに跳ねたりするボールはいかないかもしれないけど、まあ、いいところでもあり、難しいところでもあるのかな、このラケットの。今、結構、タヌマ持ちの部分、グリップが強いし、しなりとかっていう部分で、弾く部分、やってみませんか。いいっすよ、いいっすよ。ループで、ペンってやればいい。画面狙わないでください。ペンってやればいい。弾くのがやっぱ5枚って結構、まあ材質に、木材の材質によるんですけど、飛んでっちゃう感じ僕の中で。ああ、なるほど。いや、もうループできない。いけるよ、皆さん。5枚でなかなかそんなモニットいけるってめっちゃ気持ちいい。珍しいですね。角度落ちとかちょっとつつしまっていいですか。まあ、弱気インパクトしたらこんな感じですけど、ちゃんと強くインパクトすれば多分、あ、飛ぶわ、めっちゃ飛ぶ。なんか持ってるんですよ、なんか。うん、持つね、上飛んでて、これ Q3 だったらやりやすいんじゃない。でもやっぱ5枚らしいなんかミートの音じゃないです。ちょっと固めに聞こえちゃいます、聞いてる。テンション張ってるのもあると思うんですけど、音って言っててなんか5枚の音っぽくないです。なんか硬い、硬そうな音するよね。そうです、そうです。これどうなんだろうね、こうインパクト強いからなのか速いからなのかとか、ゆっくり言ったらボコボコするんだろうけど、はい、フォアチはボコボコ、フォアチはもう全然飛ぶ感じないじゃないですか。振ったら飛ぶっていう不思議なラケット、ラケットです。ということで2回に当たって久しぶりにフォアとバックいろんな技術やってみましたけど、まあ、いいラケットなのでぜひ使ってみてもらえると嬉しいです。ということで、水野隠れた名作プロデュース5のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。